はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、こちら、横浜作りの、キリン一番搾り、横浜工場限定醸造です。先ほどコンビニで買ってきました。で、ちょっとささっとね、ちょっと若干冷えがあったかくなってしまう。今日ね、暑いんで、今28度っすから、ね、ささっと飲みたいと思います。原材料が麦芽とホップ、アルコール度数 6%。ね。これ以前、仙台作りは飲んだことあるんだよね。なんですが、東京でね、横浜作りというのが売ってました。そして、こちら。ドラゴンクエストの、唐揚げくんホイミ味、ね。なぜかね、ホイミ味なのに、スライムっていうね。ホイミスライムじゃねえのかよ。ね。まあ、よくわかりませんけど。まあ、いいか。とりあえずね、買ってきました。こちらもローソンでね、買ってきました。それじゃあ、ホイミ味いただきまーす。うん。ガーリックマヨネーズ味。あ、うまい。あ、うまっ。あ、うまこれ。あ、これうめえ。じゃあ乾杯。あ、ちょっと酸味強いな。横浜作り。一番搾りってこんな酸味強くない？酸味強いな。唐揚げくん。うん。うまいうまい。そういえば、ただのあれ、爪楊枝なんだけど。あれ、これって、本来これ爪楊枝じゃなくて、ロトの剣じゃなかったっけ？あれ？普通の爪楊枝なんだわ。まあ、ええけど。このね、ホイミ味買うためにね、2軒回りました、2軒。一軒目はね、在庫がないっていう。なくて。で、しかも材料も在庫ないって言われて。マジで。どんだけ人気なんだよ。横浜作り。横浜。横浜作り、横浜らしい洗練された味わいです。アルコールの度数の 6% と強みに設定したのはパンチの効いた横浜グルメに負けないためだって。うん。味のバランス、苦味よりの喉越しが、コクが強い。確かにコク強いっていうか、色が濃いよね。
あれと思ったんだけど、なんか色濃いなと思って。あれ一番搾りってこんな濃かったっけと思って。確かに一番搾りにしては濃く強いな。これ濃く強いですね。で、俺が以前飲んだ仙台作りが、これはアルコール度数 5% で、そもそも原材料が麦芽とホップと米が使われてる。で、喉越しは、すっきり寄りですね。だからだいぶちゃうね。だいぶ違うわ。だいぶ違う味が、ちょっとぬるくなってきた。氷を入れる、氷を入れよう。だいぶあれですね、味ちゃうな。だいぶしかもこれ度数 6% ってあるけど多分一番強いんじゃない他 5.5% とかね。うん。あ、やっぱり、全部、ほとんど 5.5% とかや。5% か 5.5%。この横浜作り多分一番度数高いですね。いや、これはあれやな。美味しい。いかにこの濃さっていうか、濃さも濃いし、濃いし、なんかちょっと酸味も強くて、結構、なんかガツッとくる。うん。一番搾りってライトの味だけど、この横浜作りは全然コクがある、ね、これは仙台作りはほとんどなんかえって感じだったけど大して変わんねえなんて、普通の一番搾りと大して変わんねえなんて感じだったけど、これ全然ちゃうね。うん、この横浜作りは全然普通の一番搾りに比べたら、はるかに風味が強い。強いですね。はるかに強い。唐揚げくんホイミ味。ホイミ味。あ、先着数量限定か、この、用事、ロトの剣用事。5月10日発売？え、まだ2日しか経ってねえんだよ、これ。
え、それなのにもう数量限定で売り切れてんの？あは、マジかよ。どんだけ人気あんだよ。ロトの剣もうないもんな。ロト付き用事。まあ、いらねえけど。パッケージに記載されているシリアルコードで、金色スライム。あ、そういうことか。別に金色のスライムいらねえんだけど。あとどうでもいいんだけど、ドラゴンクエストヒーローズがね、あんまり面白くなかったの、個人的に。一般的には結構売れてるんだけど。ヒーローズ全然面白くなかったです。序盤あたりでも投げたもんな。全然面白くない。な全然面白くない、あれ。だからビアンカとか出てくる前にもう投げちゃった。面白くないから。もうね、投げちゃったもんね。どこ面白いのかな。って感じ。俺の中だと。ただ A ボタン連打で敵倒していくだけ。いわゆるあの、なんか、なんだっけ、三国無双的なやつ。無双的なやつですね。戦略もクソもねえ。とりあえず A ボタン連打してれば大体倒せるっていう。まあ、当然ボスとかは倒せないんだけど。あれ？あれじゃ面白くねえ。ああ。ということで。コク強め。甘み、香り。香り強め。まあこれは東京にいる人ならまあ買った方がいいっちゃいいと思いますけどね。普通に美味しいですこれは。で、4244です。ご視聴ありがとうございました。